おはようございます。プロバラ軍団のタクです。本日のターゲットホールは紀行台茨城店さんです。最初の並びは50人ぐらいの中、抽選番号は22番でした。本日の立ち回りなんですけれども、朝一はまずお店全体の設定変更状況を把握しながら、まずはメイン機種から打っていこうかなと思っております。で、前回、3連勝できまして、本日から D ランクでの実戦となります。まず1戦目なんで、今日もしっかり勝てるように立ち回っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず朝一、ガックン菊鉄拳転生あたりからちょろちょろっと打っていきたいと思います。じゃあ鉄拳サードの1台目いきます。ガックンなしです。ガックンなしです。次3台目いきます。勝負じゃ。ガックンなしです。1回転だけ回してきます。ジャックチェリーですけど、もう気にせずやめます。次とりあえず鉄拳3台チェックしたんで転生いきます。ガックンなし。ガックンしましたね。中リールだけブレましたけど、ちょっと怪しい感じですね。とりあえず自分でのガックンチェックこれだけにして、では最初まずサラリーマン番長から打っていきます。設定の入れ方はもうちょっと全然分かんない部分はあるんで、まあ回り見やすい、真ん中の方の場所から打っていきたいと思います。で強烈薬は引きたくなかったですけど、42ゲームチャンス目で稲妻から出ましたね。さすがに当たったっぽいですね。43ゲーム8点です。今ちょっとコンボート2回引いたチャンス目の2回目のチャンス目ですね。で今投資が150枚です。赤7番ジョボーナスです。まずは低投手当たりましたけども、まあ、それよりも設定変更挙動を見たかったので、そういう意味ではちょっと、まあまあ残念というか、そんな感じのボーナスではありますね。でここでジャックチェリーチャンス、ハテナハテナ。でボーナス40ゲームで108枚獲得です。まあ、一応雫でハテナ1個出てるんで、まあ、96以内のボーナス、まあちょっとだけ期待度アップっていう感じですね。で今サラリーマン番長だけで言うと、設定変更
防挙動をしている隊員も見えてるんですが、割合的にはおそらく設定数よりの方が多そうな朝石の挙動ですね。赤背景花見ナックはない。あ、当たりましたね。80ゲームチャンス目いきましたけど、おそらくゲーム数でのもうなし当選です。マッチコインで当たりました。7番チョコラテ、オールハテナでした。でボーナス40ゲーム101枚で終了です。はい、このオーストラリアマンチョーまだ分かんないこと多いですけども、とりあえず朝一のリセットかかってたのか水曜日なのか分からへん状態というか大きいんで、まだ朝一じゃあるんで、そっちのサラリーマンチョーにまずは移動したいと思います。22ゲーム、チャンス目です。そのまま発見です。で今チャンス目引いたのを引く前に弁当箱引いてたので、それは降格中のチャンスゼリーやチャンス目なんで当たってるかもしれないですね。延長も結構良かったんでね、33ゲーム決定。同じパターンですね。冒険していきました。当たれば天国濃厚ですね。では研修前の延長と合わせると当たっててもおかしくないですね。36ゲーム何目です。当たりましたね。53ゲームで確定ですね。チャンス目からですね。今総投資が、550枚です。赤7番チョコナス、おそらく天国確定してるんで違う距離でいきましょうか。まあ1台目もそうですけども、やっぱり昨日あんまりいい出来じゃなかったので、どうしても高設定期待するためにも朝一リセット状況を見たかったんで、これもラッキーですけど残念なボーナスです。ボーナス40ゲーム126枚でした。こちらをご覧ください。これで、ゲーム数全長見てからちょうど32なんで、ゲーム数解除ですね。33ゲーム6点です。あーベルナビ早いですね。大事なのはおそらく天国なんで、
青七の確率が高いのでポイント貯めれば超満潮ボーナスなんですが、なんで最速でしたね。赤七満潮ボーナス。ボーナス60ゲームで枚数引き継ぎで279枚でした。があるとかっていう感じはとりあえず見えず、まずゾーン狙いできる機種も今のところないので、この台打ち続けていきます。で、まあ、リセット挙動見れなかったっていうところではちょっとマイナスというか不安要素ではありますけども、まあ、一発でとりあえず天国行ってくれたっていうのと、今、まあ、1000ゲーム弱ですが共通ベルの確率が今25分の1、なのでまあ、もうちょっと様子見ながらこの台打ち続けていきます。389ゲームチャンスプレーです。393ゲームでチャンスでからのボーナス。レアや暗いにしてはなんか保留良くなりましたね。多分まあ継続資産とかだと思いますけども、来ましたね、いただきましゅ。というわけで、ボーナス
40ゲーム93枚出た時ラッシュ確定です。買いいただきらして、ラストオープン、はい、ラッシュ色で274枚です。ね、暑いでしょ。243ゲームで、研修中の中断チリ244ゲーム発生です。この電柱が本電柱中やったかどうかは分からなくなりましたが、まあ、とりあえず青7確定です。青7番長ボーナスです。真ん中にいただけていきましたね。継続は上乗せ30ゲーム乗せです。というわけで、ボーナス40ゲームで104枚で終了です。その勢いにプラス20ゲームです。ボーナス60ゲームで168枚といただきプラス30ゲームです。というわけで2発目のいただきますね。赤いただきますね。行ってますね。68ゲームビップルームです。ゲーム数でのビップルームですね。68ゲームですかね。ゲーム数でボーナス5000です。5チャンス目なんでポイントたまったら確定で散々やってますけど、天国なら青七のスタートの期待大なんで絶頂のチャンス。絶頂なしか。まあまあまあしょうがないですね。これがトドロキ混合だ。青七番長ボーナスです。乗せが30ゲームです。ボーナスが40ゲームでいただけプラス30ゲームです。でボーナス当選分で10ゲーム上乗せです。で今残りが56ゲームです。
47ゲームポイントたまって、これでラストゲームです。おそらくポイントで20ゲームこの時です。ラスト、いただきラッシュ終了で670枚です。おお、2王も行きましたね。ラスト、お、レア役ですかね。 50% 最低。これ大事ですよね。というわけで、二王門からのいただきラッシュ。862枚です。珍しいですね、魚一番多くてジャックチェリーです。205ゲームです。今チラッとしか見えなかったですけど、地図が全部白色でしたね。あ、また出ましたね。これ結構熱いですね、全長。あ、レインボー出ましたね。219ゲームボーナス確定です。ジャックチェリーで基本的に最大全長8ゲームなんで、おそらくゲーム数での当選ですね。107番長ボーナスです。ボーナス60ゲームで枚数引き継ぎ937枚です。またまた来ましたよ、暑いの。この時点でだいぶ暑いですからね。稲妻出るかチャンス目でのボーナス解除ってベルで稲妻が出たんで、まあ、おすべりでしたけど、まあ、これもほぼ本前兆中でしょう。89ゲーム8点です。一番暑いんできましたね。3ゲームでボーナス確定です。赤7番チョボナスです。レア役はなしでした。ここでチャンス目、オールハテナです。40ゲームボーナスで枚数が896枚です。
あ、最後のチャンス目で当たってましたね。というわけで、いただきラッシュです。まあ、これでとりあえず天国行っててくれれば一旦楽しめは回収できそうな感じですね。ラスト、身を守なしでした。でですね、で今前兆中ならあれなんですが、今週のゲームチャンス目です。前回のボーナスの前兆中に、おスベルを2回引いてるんで、まあ、後でその前兆が今来ましたね。とりあえず二王門には行ってそうですね。オスベルからの二王門です。ラスト、残念でした。で今ニオモン出てきましたけど、ちょっとその前兆中に2回お滑り引いた時の扱いがちょっと、まあ、不明な部分もあるんですが、ニオモンの本前兆中にお滑り成立しても抽選してないっていう話もあるんで、まあ、2個とも当選しなければ2分の0でいいんですが、当選した場合はもしかしたら1分の1で数えた方がいいのかもしれないですね。まあ、一応その理屈で考えてオスベルからの入門が今4分の1です。とりあえず今のところのこの台なんですが、悪くはないんですけど、まあ、そこまで目立ってよくもないって感じですね。ノモード以降もそうですし、日本もそんなに突出していいってわけではないんで、今のところ共通ベルを頼りに粘ってるっていうところはありますね。まあ、でも当然ね、粘っちゃダメな設定って感じもしないんで、今のところは、まあ、ちょっと様子見ながら頑張ります。赤7番超ボーナスです。レアアークが、弁当箱1回のみです。緑、白、緑です。チャンスで、ハテナ、あ、継続しましたね。で、この3個目いかずに継続するパターンがなかなか熱いんですよね。次も継続することが多かったり、いただきが後回しの告知になるなってるってパターンが多いんで、チャンスですこのパターン。うわ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 、追加の20ゲームレア役なしですけど、緑赤赤で、だいたい予想つきますね。これがチャンス、あ、はてな、でいただきで継続もしくは上乗せ、なんでゲームは乗せです。
というわけで、ボーナス60ゲームでいただきラスト戦とプラス30ゲームです。私対決です。いいっすね。おリーチベルね。26ゲームですかね。ゲーム数でのボーナス当選です。天国行ったっぽいですね。7番超ボーナスです。で、番超ボーナス40ゲームで終了です。ボーナスでのボーナス10ゲームです。今日チェリーからの20ゲームなんですね。50ゲームに強制ですね。ラストいやー580枚ぐらいで終了です。とりあえずこれで、まあ、少なく見積もっても今んとこ3枚プラス100枚近くにはなりましたね。543ゲームチャンス目です。これは大物じゃない。545ゲームチャンス目です。あ、一つ目から出ましたね。プッシュボタンチャンスって地味に熱いです。レア薬品です。同色紫ですね。556ゲーム、ボーナス確定です。赤7番チョボラスです。ボーナス40ゲーム129枚で終了です。赤7番超ボーナスです。ボーナス60ゲームで160枚でした。オスベルからの2王門です。これでオスベルから2王門が6分の3、33% です。レア役ですね。チャンス目なんでおそらく 100% 青ですね。でベルなんで 50%。 ただこの時最終告知に回ってるパターンもあるんでまだ諦めずに。あ、二角っすね。ボーナス感じ39ゲーム
日本門からの頂きラッシュです。早速練習して42ゲームビップルームです。しかもチャンスプランの青色っすね。45ゲームですかね。ボーナス確定です。ゲーム数でのボーナス確定です。あ、もしかしたら日本文中のチャンス目から当選の可能性もあります。高7のワンチャンボーナス。ボーナス60ゲームで上乗せなしです。ボーナス当選で10ゲーム上乗せです。11ゲームジャックチェリーです。少なくても上乗せはしてそうですね。ジャックチェリーからおお50ゲーム上乗せです。63ゲームビップルームです。5ゲームでビップルーム抜けなかったんで当たりっすね。これじゃないですか。あ、それ弁当でしたね。しかも今弁当揃った時、あれ2の弁当の音をしたんですけど、気のせいかな。72ゲームボーナス確定です。赤7番長ボーナスです。ボール87です。で、番長ボーナス40ゲームで終了です。で、10ゲームは左右おー、ゆっくりリールが回りましたね。皆様お疲れ様です。これよりドドルキ社長から訓示をいただきます。業務を中断しご静粛に願います。社長、ありがとうございました。それでは皆様、引き続き業務に励んでください。はい、というわけで、ボーナス間で24ゲームフリーズからの超満場ボーナス。ここで待ってるよ。よし、レインボーなんで、はい、ということで超満場ボーナス終了で130ゲーム上乗せです。さらに50ゲーム超満場での上乗せです。で、今残りが197ゲームです。24ゲームボーナス確定です。
7番消防団です。レア役が、弁当箱1回です。にしてはちょっとありますね。でここで強チェリーです。30ゲームなんで弁当からは乗ってなかったってことですね。ボーナス60ゲーム終了で30ゲームのお話です。31ゲームビップ超ビップルームです。34ゲームボーナス確定です。ゲーム数です。となるとおそらくこのゲーム数だと、まあ、天国ループしたっていう可能性がないですね。ボーナス40ゲームで上乗せなしです。弁当からですね。弁当から50ゲーム上乗せです。おおおお、仕事しますね。そうです、30ゲームです。54ゲームビップルームです。うん、ギリギリ弁当の全長もかかっててるゲーム数ではありまして、お、もしかして弁当解除の可能性もなくはないですね。青七マッチョボーナスです。ということはまあやっぱり弁当解除濃厚ですね。ボーナス40ゲームで終了です。で10ゲームを乗せです。今残りが234ゲームです。120ゲームの弁当箱から30ゲーム乗せです。お、下パネル点滅したんで上乗せ確定です。チャンス目です。146ゲームチャンス目からの20ゲーム上乗せです。188ゲームチャンス目です。20ゲームの上乗せです。201ゲームボーナス確定です。レア役が弁当箱2個とチャンス目1個です。緑、赤、緑、珍しいですね、一発目に継続出てくる。さあどうなるかですね。これま
ハテナチャンス上乗せが30ゲームです。ボーナス60ゲーム消化で終了です。で30ゲームの上乗せです。ボーナスで10ゲームの上乗せです。でポイント貯まって、ジャンプです。これ105ゲームでビップルーム行きましたけど、心当たりのないやつですよこれ。しかもちょっとありそうっすよね。109ゲーム謎ボーナスですね。7番長男です。オールハチャラです。ボーナス40ゲームで終了です。上乗せなしです。今残りが54ゲームです。12ゲームのジャックチェリーから10ゲームの上乗せです。しかも超広角ステージ行ったんで、あ、ビンゴ出たんでポイントで上乗せもしくはボーナス確定です。20ゲームストラックポイントからのボーナス確定です。赤7番長ボーナスです。ボーナス40ゲームで上乗せなしで終了です。で今残りが54ゲームです。38ゲームのジャックチェリーから30ゲーム上乗せです。ラスト左中いただきラッシュ終了でトータル3116枚でした。はい、今、ちょうどいい250ゲームのゾーン抜けたところなんですが、それ今マンチョを打ってて、まあ、日本語の突入率等から考えると、まあ、まず設定5、6はないなっていう状況で、まあ、設定4ありそうだと思って粘ってはいたものの、今約5000ゲームちょっと回して共通ベルが今 27.8分の1で設定3、4の間っていうのと、あと、まあ、天国移行率悪くないんですが、天国ループ、してる何回かしてるのも挙動としてあるんで、まあ、どっちにしろ設定3、4だとは思うんですけども、設定4、6で悩むんなら打ち続けても十分なんですが、設定3、4で悩んでるなら当然リスクも増えてくるんで、まあ、キリこのタイミングで、まあ、4確信できない状態なんで、ちょっとこの台やめて、まあ、他ゾーン狙い、天井狙いに切り替えてちょっと他の台探しに行こうかなと思います。 ありがとうございます。一箱残して流したんですが、途中で2660枚です。今ボーナス後、51ゲームの状態なんですが、この台天国の残り、99まで打っていきたいと思います。はい、ということで、天国なかったので、これ103ゲームで、この台みたいな方が探していきたいと思います。
結構ゾーン狙いできるやつ探したんですが、まあ、結果リング1台しか打てなくて、で今も全然打てる台なく、で時間も結構遅くなってきて、おそらくこれ以上待っても、まあ、できてあと 1,2 台できるかなっていう時間なんで、まあ、今日はここで出玉流して終了にしたいと思います。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一は、まあ、お店の中で設置台数も一番多く、おそらくメイン機種になっているであろうサラリーマン番長から言ったわけなんですけれども、朝一数機挙動している台が結構多かったんですが、夜この遅い時間になってきて、まあ昨日の履歴と照らし合わせると、もしかしたらサラリーマン番長に関しては、中間設定の据え置きがメインだったんじゃないかなと思います。でまあそんな中僕も結構あの高設定疑わしいような台打っていたわけなんですが、まあ、最終的に 3-4 じゃないかなと思うんですけども、まあ、その中でもまあ出玉で言えば、まあ結構プラス域なんとか維持しながらっていう展開になりつつ、まあ、最終的には超番超ボーナスで、出玉を大きくあのプラスに持っていくことができました。なので、まあ、朝一からの立ち回りと、まあ、やめ時自体は間違ってなかったんじゃないかなと思います。本日の結果なんですけれども、投資が1200枚、回収が3367枚、サマイがプラスの2167枚になりました。で本日、D ランクでまず1勝することができましたので、このまま連勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いいたします。